多分至る所にデンジャーとかワーニングとかって書いてあるんですけど、ね、面白い。これでもやっぱ思い出のね、あるルアーってあるじゃないですか。はい、はい、ありますね。皆さんもね、ブリ釣った時のルアーとか撮ってある、うん、ないSNS でバズってるんだよね、これドレスの X の方でタムルアー紹介したらめちゃめちゃ皆さん反応いただいて、じゃはい、こちらもね、7月のコラボ商品になります。ニューエラさんとね、何のビールに合うんでしたっけ。メロルデダス。噛んだね、噛んだね。メロルデダス。はい、ドレス一部チームでーす。はーい、皆さん、今回のね、動画なんですけど、はい、7月発売、はい、7月もたくさん出たんじゃないですか。そう、7月発売めちゃくちゃいっぱい出たんで、それをね、振り返り動画になります。はい、はい、まだね、紹介してないのが一つあるんですよ。あった、はい、タクティカルカトリ先行ケース。カトリ先行ケースが、まあ、カトリ先行のケースが出るんですよ。ドレスから、うん、そう。面白いね。しかもタクティカル。どんな感じやろか。ね。ちょっと見てみた方が早いと思うんで、はい、一回ちょっと出してみましょうか。はい。はい。こちらなんですよ。こちら。そう。はい、箱では分かんない。出しましょうかね。出そう出そう。ね。なんかかっこいい。わかる？これ。わかる人はわかるんだよ。地雷。そう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 。クレーン、はい。地雷です。ほう。はい。なんで後ろにも見てこれデンジャーって書いてある。置いてあるとこにデンジャーとかワーニングとかって書いてあるんですけど、ね、ここにね爪がね3つついてるんで、これ開けてもらうと出てきたよ。あ急に和風になるっていう馴染みのね、カトリ線香ケースがこう中に入ってるんですよね、こういう感じでね。でこれにカトリ線香を入れてもらって、蓋閉めて地雷の中に入れて置いとくものになる。ここから出てくるの煙が。そうそうそうね、こっからのね、こっからしか逆に出てこないような形になってますね。はい、はい、これね、見た目になんか全振りしてる製品なんかと思ったんですけど、うんうん、そうね、ケースっていうのもあって、手でも運べるんですよ、中カトリ線香つけた状態で。熱くないってこと。そうなんですよ、意外と役立つというか、うん、ちゃんと使える製品なんですよ。お色がね、3色あります。3色、はい、このブラックと、はい、こちらがね、オリーブ、ドラブ、グリーンっていうね、そうそう、お色のカラーになってるのと、でもう一つね、タンカラー、まあ土色って言ったらいいかな、うんうん、はい、3色発売となっております。で価格の方なんですけど、税込み3520円での販売となっておりますので、ライラックスらしい商品が出ますので、はい、ご検討の方よろしくお願いいたします。7月ね、すでに発売している商品、はい、7月といえばこれですよ。これですよ、海物語。そう、海物語コラボですね、うん、はい、皆さん結構、ね、お買い物いただいております。改めて紹介させていただくんですけども、マリンちゃんステッカー、クジラッキーのフロートで、クジラッキーのフロートキーホルダーね、はい、はい、続いてアクリルの、ルアーサンドですね。で海運ドレパンルアーね、はい、何が入ってるかわからないね、海運ドレパンルアーで、サムルアー、これね、サムルアー、はい、はい、でメジャーピニオンリール、これで、ウラサメシャークグリル、こちらですね、はい、7.5 インチアルミコライダー、魚群がね走ってるモデルになります。マリンちゃん T シャツ、はい、マリンちゃんジップアップパーカーと、あとドライバッグのゴリッタ、こちらですね、はい、341フラッシュロット、はい、とね、今ねご紹介させていただいたんですけど、かなりのね商品数、はい、出てる、ありますね、はい、いくつかねピックアップで紹介を、させていただきたいと思います。はい、まずはね、このドライバッグのゴリッタ、これ、おお、ドライバッグ、これね、うん、大きさちょうどいいと思わない？これそうだよね、なんか海行く時とかさ、うんうんうん、あのプール行く時とかにさ、こんな感じでこうひよって、あ、めっちゃ夏っぽい、うん、海らしい、ね、綺麗なね発色の青、そう、すごい綺麗なブルーなの。ここねロゴ見てください、実はめっちゃこだわってるんですよ、これ1番から9番の図柄と、かわいいマリンちゃんのシルエットが書かれてます、うんうんうん、はい、PVC 生地で作られてるので高い撥水性能と、ここねロールトップ、はいはい、くるくるって丸めてあるので防水性能もしっかりと確保しております。やっぱアウトドアとかね、うん、プールなんか水辺のね時に貴重品を入れたりとか、スマホ入れたりとかね、安全に持ち運びもできますので重宝する商品かと思います。これは膨らましてるんですけど、中身がねない時はもうペタンコになるので、車に1台置いといてもいいかなと思います。価格の方なんですけども、税込み2750円での販売となっておりますので、ぜひともご検討のよろしくお願いいたします。で続きまして、はい、オフィシャル限定商品、店頭には並ばない商品、はい、ドレスの海物語アクリルルアーサンド、はい、はい、こちらの方が発売となっております。マリンちゃんとね、ワリンちゃんとウリンちゃん、
もうね、3人娘がね、はい、可愛くイラストでね描かれております、うん、もうもちろんねこの開運ドレパンルアーをね飾ってもらうのもよしですし、やっぱ思い出のねあるルアーってあるじゃないですか。はい、はい、ありますね。皆さんもねブリ釣った時のルアーとか撮ってある？ない。あると思います。皆さんにもねあると思いますので、あのそういったねルアーもね置いてもらうのもよしですし、使い方は本当に無限大でございます。家のねコレクションの棚にね飾ってもらうのがねいいかなと思いますので、ぜひともご検討よろしくお願いします。価格の方なんですけども、税込みね、1650円の発売となっておりますので、税込みね、ありますので、今ご注目の商品でございます。よろしくお願いいたします。やっぱりね、うん、海物語といえば、うん、これですよ、これ。サムルアーです。うん、先ほど紹介したルアースタンドにね、うん、飾ってもらえません。あ、これには飾れません。乗りません。うんうん、ただ、もうね、すごいね、人気なんですよ、うん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 、SNS でバズってるんだよね、これ。そうですね、ドレスの X の方でサムルアー紹介したらめちゃめちゃ皆さん反応いただいて、はいはい、これ釣れるんかいなとか面白すぎるとか、こんなも当たり確定やろみたいな、みんな反応していただいて。そう、フグちゃん動画内でやってましたよね、うん、パチンコ台に置いたんだっけ。そうですね、ご利益あるから。そうそうそう、うん、そちらの皆さんにもおすすめかもしれません。ちょっとね、プレミアムのね、思いを乗せたルアーでございますので、ぜひともご注目していこうと思います。価格の方なんですけども、税込み3080円で販売をしております。この調子だともうね、売り切れることが確定しております。サム売り切れちゃう？売り切れちゃう。オフィシャルサイトの方でももう数少ないですし、多分ね SNS に行ったお客様は店頭に行っていただいてると思うんですよ。店頭にもそんなにお配りできてないので、見つけた方、はい、もしくはこの動画が終わってすぐにねオフィシャルサイト行っていただくとまだある可能性がございますので、今が買いです。今が買いの商品でございますので、ぜひともよろしくお願いいたします。先ほどあの福ちゃんが握りしめてパチンコしてたって話だったじゃないですか、うん、そのパチンコ売ってた動画っていうのが三陽さんの東京本社でお邪魔させていただいた時の動画なんですよ、はいはい、その際にね海物語に実践させていただいたんですけど、はいはい、福ちゃんともう一人の、パチンコライターのバイク修二郎さんの方と実践したんですけども、はいはいはい、その時の実践内容の結果で海物語 の, このコラボ製品を、はいはい、やってるんですよ。なんでそちらの動画見ていただければ当たるかも。7月31日までなんで、はい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 、結構ギリギリになっちゃうんですけども、はいはい、プレゼント内容かなり豪華ですし、はい、実践内容もね、面白いんで、ね、結構ね、面白い内容となっておりますので、ぜひともね、ご注目していければと思います。で、続いての商品なんですけど、皆さん、かぶっていただいています。うん、こちら。はい、こちらもね、7月のコラボ商品になります。ニューエラさんとね、コラボのね、キャップが発売しております。まあ、世界的にね、ものすごい人気のニューエラさんとのね、コラボさせていただいたアウトドア向けのフリーサイズキャップになってます。生地自体が伸縮性があるんで、あの、若干ね、こう伸びたり、縮んだりしてくれるような生地を採用しているものとなっております。こちらがね、ニューエラさんの、3930っていうね、シリーズになってて、先ほどもね、ご紹介させていただいた通り、生地の収縮性が非常に高くて、頭にフィットするのが特徴のモデルとなっております。フロントとねリアにねかっこいいドレスローあしらっておりまして、最後にはねやっぱりこうニューエラさんをね代表とするねブラックロゴが刺繍されております。カラーはベースがブラックなんですよ、うん、ロゴの方が皆さんにかぶっていただいているレッドで、もしくはグレーのモデルの2色のね展開となっております。こちらもね、あの発売してかなりのねお問い合わせですとか、また店頭さんからもね、この帽子導入したいですってお声非常にいただいておりますので、ぜひもね、ご注目アイテムの一つでございます。価格の方なんですけども、税込み5280円での販売となっておりますので、ぜひもね、気になった方、今年もですね、これで決めていただきたいなと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。続きまして、7月発売になった商品がこちらでございます。カスタムハンドルダブル、バーテックスエボ。新しいの出ましたね。出ました。出ましたね。前回ね、あの福ちゃんとの動画でご説明させていただいた通り、はい、肉抜きが多くなってて、めちゃめちゃ軽くなった90mm。今ね、皆さんに持っていただいている 100mm の方は、はい、ノブをね、大きくさせていただいて、パワーハンドル化にしております。うん、ノブの部分もしっかりね、肉抜きが入ってて、滑りにくいような加工もされてますし、また塗装もね、マットにしてるので、手馴染みが良くて、あの、抜けにくいよね、仕様のハンドルとなっております。はい、アルミの切削ボディになってますので、剛性も高く仕上げております。ただ、軽さを追求するために薄くなってたりとか、前作でも細くなってたりとか。はい、っていう部分がございますので、軽く仕上がっております。固定方法もね、やっぱりパワーに対応するような形で新しい固定方法も採用しておりますので、頑丈でこうね、レスポンスが良くて、これからね、秋以下のねシーズンにはね、むちゃくちゃいいモデルとなっております。
こちらね、今ね、記者の持ってるのがイグジストなんですけど、ハンドルと本体と色がそうぴったり、ね、ぴったりなの。こっち側のね、オリジンレモンもね、うん、ぴったりなんですよ。めちゃかっこいい。そう、バチピタでね、はい、やってますので、ぜひともね、ご注目していくと思います。サイズに関しては島野さんと大和さんのモデル両方とも 90mm と 100mm の発売でございます。でカラーの方が島野さんと大和さんの共通カラーが3色ございまして、グラファイトブラック、クリームゾーンレッド、チタンシルバーの3色。大和さんのモデルに関しては 90mm、100mm ともに1色ずつ追加させていただいております。こちらの方が、ターコイズブルー。ブルー。何の色に合うんでしたっけ？エメラルドダス。で、噛んだね。エメラルドダス。そう、エメラルドダスにね。めちゃめちゃバチピタのね、ターコイズブルー、はいはい。こちらの方もね、発売となっておりますので、対応機種の方なんですけども、オフィシャルのね、ホームページの方にもありますが、もしも店頭でね、見られた方に関しましては、こちらの裏側、ここにね、新旧、すべての対応するリールのモデルが書いておりますので、ここを見てね、ご参考していただいて、ご購入いただければと思います。パッケージもね、結構見た目変わってるんで、旧モデルから一新してるんで。そう。じゃあ洗練された感じで、かっこいいです。そうなんです、うん。店頭さんにはね、もしかするとこういった形で、ね、展示されてる可能性もありますが、こうなってたら逆に中見せてくださいって言うとね、お店の方も対応していただけますので、はい。価格の方なんですけども、90mm、100mm、大和さんモデルも島野さんモデルも全てですね、税込み 11,550 円での販売となっておりますので、ご検討よろしくお願いいたします。新商品最後なんですけど、こちらはね、バックパックウェアスルーですよ。これね、ここね、これこちらの商品が、新商品として発売となっております、はい。こっちはね、あのフィッシングリュックですね、タイトルスのフィッシングリュックに今つけてるような状態です。バックパックとの間に空間をね、確保できることによって、うんうん、背中のね、熱とか濡れを排出して、うん、汗による不快感を解消する商品となってます。ここに空間ができるんですよ、はい。しょった時にね、ここのね、隙間が、そう自転車とか、うんうん、バイク乗ってる人がいいかな。あ、うん、空気が抜けやすいんでね、うんうん、市販されてるあらゆるバックパックに対応するために上部の固定方法はね、簡単な、ね、脱着式のベルト、バッチャン、そうバッチャンっていうね、ベルトがついておりまして、下部の固定ベルトについては、ショルダーストラップに面ファスナーで簡単にね、つけれるようになっております。はい、推奨のね、バックパックのサイズなんですけど、高さが40センチ以上の中から大バッグになります、はい。まあ、具体的に言えばどうでしょう、これ今ね、フィッシングリュックとか、あとノースフェイス様のリュックとか、はい、アークテリックス様、コールマン様とか、ナイツ様、あとウーバーイーツ用、ウーバーイーツ、そうあのね、動画でも記者できると思うんだけど、このウーバーイーツ用、はい、こちらなどがね、対応しております。で、価格の方なんですけども、税込み6380円での販売となっておりまして、カラーの方はね、今ね、ここに映ってるブラックと、この周りのね、生地が赤になってる、レッドの、2色展開となっております。これから夏なんで、その、電車乗ってね、釣り行かれる方とか、通勤の際とかにもね、こういったものがあれば、汗がね、かきにくい。またね、こう風が通ることによって不快感がね、どんどん取れてきますので、長距離移動の際の方がね、非常にいいかと思いますので、ぜひともご検討の方よろしくお願いいたします。これがね、まだ新商品なんです。新商品だったね。そう、新商品だけでこんだけ出てるんですけど、7月ね、再販商品もいっぱいあります。ございます。チェストハイウェダー入ってきたでしょ、フィップウェダー入ってきたでしょ、タックルボックスマルチも入ってきたね。っていうので、もうね、7月非常に盛りだくさんでございます、皆様。なので今までね、ちょっとね、あのソールドアウトになってた商品もね、今ね、オフィシャルサイトの方では復活しておりますので、ぜひともね、オフィシャルサイトの方もご注目していただけたらと思います。オフィシャルサイトといえば、これ見ていただいて分かりますよね、夏の爆鳥祭、こちらですね、はい、こちらがね、始まっております。8月の4日まで開催させていただいております。中身に関しましては、もう見ていただくのが早いかな、最大 70% オフだっけ、すごいよね。今何結構売れてんの？福箱缶セットがね、売れてます。福箱、まあ、お得だもん。今セールなんですけども、セール関係なくこの期間中、ドレスのオフィシャルサイトでご購入いただいたお客様からは、ミュウさんの、はい、10点セットですね。はい、ミューズセレクションだっけ。そうです。すみません、ね、私が使って良かったものとか、うんうん、これいいなっていうのを、コメビズね、はい、10点選ばさせてもらいまして、動画でコメント入ってたよ。あ、なんてコメビズ欲しい。本当に、うん、ああ嬉しい。ね、ご購入いただいたね、お客様に関しましてはね、そういったね、プレゼントの方もね、はい、
プレゼントで、はい、スタートしておりますので、うん、ぜひともよろしくお願いいたします。では次の動画でまたお会いしましょう。また見て、また。